こまで来るとは褒めてやろう。諦めなさい。あなたの野望は無礼者、我が王に兵器を向けるとは。お前たちに何ができる。我々サイレントクロスの怖さを知らないようだな。みんな気をつけて。ガイストの情報はまだわからないわ。そう、前の戦闘で体力を消耗しすぎたわ。この程度か、哀れだな。もうすぐラグナロクが降臨し、この世も滅ぶだろう。終わった。悔しい。まだまだ終わってないわ。ここからは任せて。また命知らずのバカ者が来たか。行動開始です。ヒーローをタップして、ヒーローの攻撃範囲ができるだけ多くの敵ユニットを追い尽くすように。頑張るぞ。近距離型ヒーローをベストの攻撃位置まで移動しましょう。はいよ。スナイパーは射程が長いので後方に配置しましょう。ターゲット。最後は相手を包囲して、こちらの火力範囲内に収めましょう。ショータイム。行動ボタンをタップしましょう。チャンスですね。奥義を発動して敵を殲滅しましょう。イエス。奥義スキルをタップして奥義発動状態に入りましょう。はるかさんの奥義は複数の敵を攻撃できる範囲攻撃です。頑張るぞ。はるかさん、戦闘開始です。燃えてきたわよ。神、素晴らしいです。あとはレオナ先輩に任せましょう。奥義スキルをタップして奥義発動状態に入りましょう。レオナ先輩の奥義は単体の敵に強力なダメージを与えられます。ショータイム。勝利ですね。さて、お仕置きの時間だ。私が平成逆転ね。そうですか。私はそう思いません。この威厳と力にあふれた生き物を見よう。彼はこの汚れた世界を占領し、神聖をもたらすだろう。燃えてきたわよ。ようこそ、バルキリーヒーローズサガへ。ここではゲームのメインストーリーを楽しむことができます。メインストーリーをクリアして条件を満たせば新しいヒーローを解禁できます。ステージをクリアするといろんなアイテムを獲得できます。ドロップアイテムの確認を忘れずに。こちらは出撃ロビーになります。ここではステージの詳細情報を確認することができます。102回実践テスト起動。身分受験者西村遥か、身分認証中。身分認証完了。西村遥か、準備はよろしいですか。スコッティ、シミュレーションじゃなくて実践テストなら 100% クリアできるわ。あまり楽観的にならないでくださいね。
実戦で使用されるロボットの戦闘力は本物です。ヒットをもらいすぎるとすぐ負けとみなされてしまいますよ。わかってるわかってる。さっさと始めましょう。校長先生の指示に従い、もう一度最初から作戦の流れを確認しましょう。はるかさんをタップしてターゲットポイントまで移動させてみましょう。イエッサー。はっ。頑張るぞ。はっ。いいね。はっ。これはリカワイズさんの武器ですね。これで仲間が増えましたね。最終テストを行いましょう。気を引き締めてください。戦いが始まりますよ。これで仲間が増えましたね。最終テストを行いましょう。新しいヒーローがバトルに参加します。まずはチームを編成しましょう。リカワイズさんをクリックして新しいヒーローをチームに編成してください。準備完了です。バトルを開始します。今回のテストは実戦協力テストです。協力する仲間を選んでください。どうして私がテストに付き合わなきゃいけないのですか？さっきテストを終えたばかりなんですけど。そんなこと言わないでね。私たち親友でしょ。まさか私にリビのバカ野郎に頼みに行けっての？リビさんは A 級ヒーローですよ。ヒーローは尊敬しなきゃいけません。私だってすぐに A 級ヒーローになってやるわよ。っていうかどうしてヒーローになるテストに他の人の参加が必要なのよ。校長先生がおっしゃっていました。ヒーローは絶対に孤独ではいけない。仲間と友人のサポートが必要だって。ただのテストでも仲間のサポートを得られないのであればテスト失敗とみなされますよ。え？失敗か。今回は私を手伝ってもらうわよ。わかりました。そういうことでしたらサポートいたします。サンキュー。それでは開始します。実戦協力テスト6102起動。受験者西村遥、協力者リカワイズ、身分認証中。身分認証完了。お二人ともテスト開始を確認してください。確認。確認。スコッティ、あんた私に何の恨みがあっていきなりこんなレベルの化け物を出してくるのよ。テストユニット警報です。何者かによりテストデータが改ざんされました。現在はテストユニットを終了することができません。お姉様に権限を申請する必要があります。じゃあどうすればいいの？リカさんとご自分の身の安全を確保し、テストユニットを終了させるまで持ちこたえてください。冗談じゃないわよ、こんな怪物。はい、長期格外な危険レベルの能力ですが明らかな弱点があります。弱点？弱点を破壊しさえすれば行動回路ネットワークは停止します。これは先ほど分析データ情報です。分かったわ。
やるっきゃないのね。はるかさん、ムキにならないでください。スコッティがこの化け物を止めるまで守り抜く方が無難です。いいやよ、これは私にとって特別なテストなんだから。はるかさん、敵の近くに移動してください。イエッサー。続けてリカワイズさんをはるかさんの周りに配置してサポート体制を作りましょう。怪我人はどこで？バトル開始です。がん、これが敵の攻撃予告範囲になります。中にいると大量のダメージを受けることになります。頑張るぞ。予告範囲を避けて反撃しましょう。痛みは？それでは続けてお願いします。はっ、それえい。受けて立てません。気をつけてください。ここのテストユニットは制御不能です。ここから一番近くにヒーローを助けに呼びました。誰かが私のシステムに侵入を。リカさん、画像をあなたの通信機に送りました。彼は レイザー、すごい。目標補足、迅速に行動する。さすが伝説の忍者ね。まあ感心している場合じゃありません。ヒーローアカデミーの小娘とも死ね。魔術、突然たくさん人が出てきた。違う、心臓の動きが感知できないわ。まさか全て幻？うん。ほらお前らは幻の攻撃で死ね。そう、スコッティ、面倒なことになってしまったわ。戦場監視機に接続してください。はるか、やつの病状に気をつけてください。その角は脳波に干渉して周囲の感知に影響を及ぼします。もっと分かりやすく言って。簡単に言えば、彼の病状を破壊すれば幻覚を止められます。は？なんでそんなものがあるのよ。破壊には風属性の武器が必要です。ご注意ください。はは、任せなさい。私だって。彼らを捕虜にできれば脳に分析もできます。
生きている証です。はるかさん、すでに応援を呼びました。すぐに来てくれるはずです。応援？そんなもの私には必要ないわよ。余と対峙してる最中に血を散らすとは、死ぬがよい。やったわやっと会えたわね。同行すれば殺しはせぬ。お主の顔を見るとムカムカするわ。食らうがよい。ジムシどもが、今日は余も任を帯びる身、貴様たちと戯れる時間はないわ。さらばだ。ヒーローが仲間に加わります。フーマ参上。ヒーローの武器を獲得することにより未解禁のヒーローが仲間に加わります。次の戦闘はフーマ・レーザさんの力が必要です。レーザさんをチームに編成しましょう。チーム編成画面に移動しましょう。ヒーローをタップしてください。フーマ・レーザさんがチームに編成されました。バトル準備は完了です。前回の任務は校長先生にこっぴどく叱られちゃったわね。はい、誰かさんはこっぴどく叱られていましたね。今回の任務はあんな潜入偵察じゃありませんように。今回の任務は死の海付近で偵察任務を行っているアイリさんを援護して任務の正常な遂行を保証することです。羨ましいわね、単独で任務を行えるなんて。今回からレーザさんは D 組に戻り、はるかさんたちと一緒に行動してもらいます。レイザさんは無口な人だから、うなずきはよろしくって意味ですね。では、ご分をお祈りしています。安心して、きっとアイリを連れて無事に戻ってくるわ。イエッソー。
協力する。許さん。頑張るぞ。怪我人はどこですか？頑張るぞ。協力する。イエッソイエッソ。痛みは生きている証です。ユルさん。痛みは生きている証。協力する。それ。燃えてきたわよ。入れよ、戦闘兵器。燃えてきたわよ。燃えてきたわよ。燃えてきたわよ。なったね。なったね。燃えてきた。